こんにちは。1月11日木曜日、今週の花だより、今週もですね、鹿児島市内産業道路沿いにあります奄美の里シャンドルデールからお届けします。なんかですね、暖かい日が続いているとお花も続々入荷してきますね。今週はちょっといっぱいいろんなものが紹介できるんじゃないかなと思います。まずは春らしい、なんだいきなり閉じるという、はい、姫金魚草ですね。リナリアの姫金魚草で、花壇用のやや小ぶりな苗なんですけど、お手頃価格でですね、花壇に植えてもとっても可愛い。これをですね、地元の生産者さんにお願いして作ってもらってるので、とってもお値段もリーズナブルですね。花壇にもりもり植えてほしくて、ピンクも黄色もで、濃い赤もあって白もあったはず。あ、ここに、じゃん。はい、いろんな色が可愛いですよね。はい、ピンクの濃淡と白と、はい、あと黄色ですね。いろんな色が、はい、これはですね、一年草、まあ年をまたぐから二年草って言うんですけど、夏前までですね、もう春もりもり咲いてくれて一年草扱いですね。でも本当にもうこれがですね、どのくらい、この一株でかですね、こう三倍四倍ぐらいにもりもり茂るんですよ。でもうわーってすごいたくさんお花が咲いてくれて、とっても可愛いのでですね、おすすめです。寒さにも強くて霜雪も大丈夫でですね、はい、ビオラとかパンジーのもう一個後ろ、ちょっと背が高くなるのでですね、可愛く茂ってくれる姫金魚草が入荷してます。バラ咲きジュリアンのシルバーブルー、なんて可愛いんでしょう。もう本当にブルーとシルバー、濃淡がですね、個体差があって出るんですけど、とっても可愛い。バラ咲きジュリアンのシルバーブルーですね、取り寄せ便が届いてますね。でプリムラはですね、いつも言うみたいに、あの花びらが水が溜まって煮えると良くないので、株自体は寒さに強いんですけど、多年草で毎年で、今春から夏までですね、次々咲いてくれるジュリアンのシルバーブルーですね。であとですね、こちらもですよ、お取り寄せのショコラ、とっても可愛い。ほら、実はよく見ると白っぽいストライプみたいな模様が入ってる、もうショコラ、なんかくすんだ、なんて言えばいいの、チャコールな、茶色って言うとあれですけど、そう、可愛い、本当にショコラ色ですね。可愛い色が入荷してます。あとですね、プレミアムラブ、プリムラ、せっかく可愛いんだから、もう華やかな派手派手ちゃんがいいでしょうっていう方は、もうこちらですね、プレミアムラブ、はい、これもとっても可愛いバラ咲きジュリアンで、もう気分が明るくなりますよね、こんなに華やかな色合いだとですね。でプリムラはもうとにかくこまめに悪くなったお花を摘んで置いておけばですね、頭からお水をかけずに株脇ですね、お水をしっかりあげとけば夏前まで咲いてくれるという。で株は多年草ですね、毎年咲いてくれて、とっても可愛いプレミアムラブですね。であとですね、鶴子桜、はい、シレネですね。が、この薄いピンクと濃ゆいピンクと白と3色入荷してます。ほら、とても可愛い。もう今からですね、やっぱ夏前までですけどね、もうとにかくもう本当に一面花の絨毯ができるぐらいたくさん咲いてくれるので、3色、白とピンクの濃ゆいのと薄ピンクと。で、これはですね、一年草なんですけど、こぼれ種で結構出ますね。一回植えとくと種がいっぱい落ちて、毎年出てくれるので、一年草といえどもたくさん毎年咲いてくれる可愛いお花ですね。鶴子桜が3色入荷してます。はい、金魚草がまた入荷してますね。この木系だけですけど、もう生産者さんもですね、そろそろ終わりなんですっておっしゃってましたけど、これもですね、うちの契約農家さんの高橋一生さんの苗ですね。ビオラと共に、この八重咲の金魚草もお願いして作ってもらってました。綺麗なのがまた入荷してます。あ、で、バラ咲きジュリアン、ここにもいた。ライム。ライムもですね、もうこのマスカット色みたいな、これの濃淡で、とっても可愛いライム色ですね。綺麗なのが、こちらも入荷してますね。多年草で毎年。暑さがちょっと嫌いなのでですね、ブラキカムのチェリッシュ。小輪系でたくさん咲いてくれて、もう色が本当に鮮やかですね。宿根草で毎年です。ブラッキカムのチェリッシュ。売り切れてたんですけど、綺麗なのがまた入荷してますね。これもお取り寄せ便ですね。で、その次右、スーパーリッサムもですね、売り切れてたのがやっと、斑入りの方ですね。フロスティーナイトの方が先に来てますけど、あと緑葉の方もまた来るかな。宿根アリッサム、もう今からでももりもり咲いてくれるのでですね。これは株が残って多年生扱いなので、毎年たくさん咲いてくれて、株ももりもり茂って。とっても綺麗ですよね。オーストラリアンレイジー、ローレンセラっていうですね、なんて言うんですかね、ちょっとカラカラした貝殻草っぽい花びらの
マーガレットタイプのお花がですね、次々咲いてくれる。はい、夏までずっと咲いてくれるんですよね。とても可愛いお花なので、私大好きなんですけど、ただこれはですね、夏前まで咲くんですけど、一年草ですね。花が次々咲いてくれてですね、なんとも優しい感じのですね、姿なので、私も大好きで毎年お取り寄せするんですけど、綺麗なのが、オーストラリアンデイジーのローレンセラが入荷してますね。次にですね、もう今からの時期で、なんかこう地味なお花なんですけども、この香りに誘われてですね、絶対お問い合わせも多いお花ですね、ジンチョウゲ。ジンチョウゲの赤花が入荷してますね。これはですね、花が開くともう本当にそこ通るだけで香りが漂う、とってもいい香りのですね、お花で、ただジンチョウゲはですね、寿命があるんですよね。確か10年ぐらいかな。なので、ある日突然、今まで毎年咲いてくれてたのに、ある日突然亡くなったりするんですよ。まあ、10年っていうと結構長いようで短いのでですね、なんかそろそろもうこれはうちに来てもう10年ぐらい経つよねっていう方は、差し木かですね、次の株か準備してた方がいいかもしれないですね。寿命があってある日突然なくなっちゃいます。で、ジンチョウゲは半日陰でも大丈夫で、庭植えでも大丈夫なんでですね、毎年咲いてくれる香りのいい花を、はい、赤と白もあるんですけど、今回は赤だけかな。入荷してますね、香りのいいジンチョウゲ。ラナンキュラスのラックスがまた入荷してますけど、ラックスはもう今からですね、毎週少しずついろんな色が入ってくるとは思いますので、はい、また気になる色がある方はですね、お問い合わせいただけたらと思います。綺麗なのがですね、また入荷してますね。コーヒークリームももうちょっとしたらまた来ると思いますけど、カレンジュラ、人気の色ですね、どちらも。これブロンズ色のこの綺麗な色と、コーヒークリームもまた来週かな、入荷すると思います。カレンジュラもですね、このタイプは1年生扱いなので、夏までですけども、本当にですね、枝分かれしながらどんどん咲いてくれるので、一回植えた方はですね、必ずリピートしてくださるような素敵なお花ですね。カレンジュラのブロンズが入荷してます。はい。で、次に、スズランエリカ。もうとっても可愛い。ほんと、スズランみたいですよね。で、これはエリカなので、花木になりますね。低木、中木。結構、背の高さぐらいまで大きくはなるんですけど、水切れにとにかくエリカ類は注意ですね。このタイプは、普通の草花みたいに、こう、ちょっとしおれた時に慌ててお水をあげてももう戻らないので、水やりに気をつけて、まあ、鉢植えでも庭植えでもどっちでもいいです。日当たりのいいところでですね、毎年咲いてくれる強健なお花です。寒さも霜雪も大丈夫ですね。毎年咲いてくれるスズランエリカの綺麗なのが入荷してます。で、次にですね、ポピー。もう春になったらですね、もうこの華やかなシャンパンバブル、黄色とかオレンジとか白とかですね、綺麗な色のポピーの苗がですね、綺麗なのが入荷してます。赤とかのちょっと派手なグビジン草の方も、今週末かな、多分入荷すると思いますけど、もう今から植えとくとですね、夏前まで次々綺麗なのが咲いてくれる。ポピーもですね、もう春のお花の代表花なので欠かせませんね。ビデンスの、エンパイア、品切れてましたけど、綺麗なのがまた入荷してます。もうこれは多年草で毎年でですね、とっても強健で夏前まで咲いてくれるんですけど、はい、もう今寒い時期はやっぱりこの黄色が鮮やかでですね、ほっとしますね。次にですね、もう今の時期大人気で、もう今仕込んで、春ですね、もうバラの頃にお庭の風景を作るって言ったらもうこのジキタリスですよね。色ミックスの苗が入荷してて、アプリコットとか白とか色分けの分はですね、今週末また入荷する予定なんですけど、ジキタリスの苗も今年本当に少なくてですね、やっとなんかたくさん入り始めましたかね。これも今仕込んでおいて、株が茂ってからの春のお花ですね。ジキタリス綺麗なのが入荷してます。私の大好きなマーガレットもシンプリーコーラルですね、入荷しました。で、これはですね、咲き始めから咲き進んで、色がどんどん変化してくるので、もう一株でですね、いろんな色がこう楽しめる感じのマーガレットですね、シンプリーコーラル。これは多年草なんですけど、霜雪がちょっとダメなので、鉢植えで軒下で管理する方がいいですね。鹿児島は結構温暖なので、庭に植えてらっしゃる方とかもいるんですけど、ちょっと霜雪強いのが降りるときには、上だけ夜ですね、覆いをして霜よけしてあげた方がいいです。多年草で毎年で、挿し木もできて、花時期も長くて可愛いんですけど、ハウス育ちなので、今はちょっとですね、霜雪気をつけてください。でも綺麗なのが入荷してます。多年草の。マーガレットシンプリーコーラルですね。次に、ラックスフラワー。これは切り花とかでは大人気なので知ってる方も多いと思うんですけど、こちらの方だと庭植えも全然できますね。寒さにも結構強いので、これが本当にローで固めたみたいな綺麗なお花が長く持つのでですね、切り花にしても鉢植えでも寄せ植えとかでも長く持ちますね。綺麗なワックスフラワーの株も入荷してます。はい、これも毎年ですね、多年草で。ちょっと観葉植物いこうかな、久々に入ったので。アスプレニウム、プリカーツム赤木と、あと、アグラオネマのサイアムオーロラ。
色が綺麗なですね、この赤のエッジが入る綺麗なアグラオネマと、あとこちらのプリカーツの赤木、久しぶりのですね入荷です。観葉植物も今寒いのでですね、なかなか輸送に耐えないので数が少ないですけど、綺麗なのが入荷しました。プリムラのプリカント、もうこのアンティークカラーがすごくないですか。ブルーと赤とライム色なんですけども、このくすんだアンティーク感がもう本当に可愛いですよね。でこれはですね、一年草でやっぱり夏前までですね、ただこれ半陰でも結構咲いてくれるので、窓越しの薄日とかですね、軒下、霜雪はちょっと避けた方がいいので、軒下の半日陰でもよく持つ、だから玄関ちょっと日当たりが悪いんですよっていう場合も、これは次々夏ぐらいまで咲いてくれるので、プリカント3色ですね入荷してます。で次にコデマリ、コデマリはですね、今こんなにしてますけど、庭に植えるとですね、背の高さ超えぐらいすごい大きくなります。春、今の頃にですね、もう本当に雪が降ったみたいに一面にこの白いお花を咲かせてくれるので、とっても可愛いコデマリですね。今の季節に欠かせないお花ですね。庭に植えてる分はもうちょっと後から咲くんですけど、切り花とかでも出ますね。毎年、霜雪にも強くて、毎年咲いてくれる花木ですね。綺麗なコデマリも入荷してます。やっと来ましたよ。アネモネの咲いてるのはどこかしら。つぼみがもりもりなんですけど、色を見ていただきたい。ほら、ピンク。ほら、とっても可愛いアネモネ。じゃん、大好きなピンクです。アネモネはですね、球根で毎年で、地面に植えてても結構出てくれるのでですね。で、このもうピンク系がもう私大好きなんですけど、限定品のですね、ももちゃん。やっぱ今の時期、アネモネ欠かせないですよね。毎年咲いてくれて、これは日当たりのいいところで、加湿に弱いのでですね、高温多湿に弱いので、水はけのいい用土で日当たりのいいところ、寒さには強い、毎年咲いてくれるアネモネの限定品のモモが入荷してますね。はい、で次に同じアネモネ、極み。何が極みなのかというとですね、本当はアネモネってこう球根で生産者さんも育てて、もう毎年どんどん出していくのが生産者さんも楽なんですけど、それをですねぐっとこらえて球根を太らせて充実させた球根にしてから出すという、だから普通のよりもですね一年二年多めに管理したやつを育ててる。ですね。二年生ですね。本当は一年目で皆さん出すのをぐっとこらえて二年目に出して。なので、球根の太りが違うので、花の上がりと葉っぱの茂りも全然違うというですね、一手間かけた極み、アネモネ、綺麗なのが入荷してますね。はい。そしてですね、ランの女王と言われているカトレアですね。カトレアのプアポールっていう紫と、あとこのシャンツエンペラーっていう、こう、王道のですね、赤紫と、あとはちょっと優しいピンクのカリフォルニアガールですね。3色、綺麗なカトレアが入荷してます。で、今からですね、洋蘭結構、ハウス育ちのものは2月ぐらいまではですね、どんどん出てくるんですけど、カトレア今寒い時期なのでですね、今週はとってもお手頃価格でした。で、大輪のカトレアも今、生産者がすごく減ってるので希少なんですけど、カトレアはですね、大体その合う場所で、咲いて最長1ヶ月なんですよ。なので、胡蝶蘭とかよりは、花時期は短いんですけど、でもこの豪華な色合いとですね、もう香りと、もう本当に蘭の女王といったらカトレアですね。胡蝶蘭って年中出回ってますけど、カトレアってやっぱり春咲きか秋咲きかがほとんどなので、それ以外の時期って大輪は出回らないんですよ。で、カトレアの場合はですね、大輪は年に1回、ミニカトレアは環境がいい間に新芽が出ればそれに花が咲いてくれるので、年に何回か咲くんですけど、やっぱ大輪のカトレアは年に1回ですね。今咲いてるのは春咲きなので、胡蝶蘭とかよりはですね、やっぱ寒さには強いんですよ、カトレアって意外と。お部屋の中で窓越しの日の当たるようなところだと十分冬越しも大丈夫なので、意外とですね、コツをつかめば胡蝶蘭とかよりも育てやすいという、はい、豪華なカトレアが3色入荷してます。気になる方はぜひお問い合わせください。で、次にですね、ラナンキュラスのスプリンクル。このバイカラーのですね、もう白にピンクの覆輪のこのタイプが私大好きなので、やっぱり一緒でしょうね、人気があるのは。この単色で出るっていうことは、この色が大人気っていうことでしょう。で、ラナンキュラスはさっきのアネモネと違って、球根で毎年なんですけど、植えっぱなしがなかなか出にくいので、鉢植えか庭植えかにして、毎年一回夏に葉っぱが枯れた時に掘り上げですね。掘り上げて、軒下とかで置いといて、秋に植え直し。でも、球根で毎年なので、多年草でですね、長く持ってくれます。ただ、今の時期咲いてる分は、やっぱハウス育ちなので、急にこの霜雪に当てるのは良くないので、軒下で日に当てといて、霜が降りなくなってから外の花壇には植える方がいいですね。でももう、この華やかなお花が次々上がると思うとですね、鉢植えで軒下とかで管理してあげると、本当に豪華なお花が咲いてくれるので、楽しみですね。ラナンキュラス。スプリンクルですね。毎年咲いてくれる多年草の球根です。
デモルホーセカのグランドキャニオン。で、オステオはですね、多年草で毎年で、結構これ寒さにも強いので、ただ急に霜雪はちょっと良くないかな。まだ咲くはずじゃないのを今ハウスで咲かせてるので、でも多年草で毎年楽しめて、強肩種ですね、暑さも寒さも強いので、一回植えてしまえばですね、もう外で霜雪が当たっても全然大丈夫なので、毎年楽しめますね。可愛い色のグランドキャニオンミックスが入荷してます。花も実も楽しめるというガーデンストロベリーですね。花がピンクでとっても可愛くて、実も食べられるという。二度お得ですね。売ってるイチゴみたいに味がすごく美味しいわけではないですけど、そこそこ美味しいイチゴと可愛いお花が楽しめればよくないですかね。ベランダで鉢植えでもいいし、庭植えでもいいんですけど、やっぱりですね、実が泥が跳ねて汚れちゃうので、庭植えにするならちょっとこう下にヤシ繊維とか何か引いてですね、実を保護してあげた方がいいかもですね。なのでとっても可愛いので鉢植えでベランダとかで管理してもいいかもしれないです。ガーデンストロベリー、可愛いのが入荷してますね。四季なりイチゴです。匂いすみれのパルマちゃん。はい。大輪の匂いすみれですね。白の八重と紫の八重と。これもですね、宿根草で毎年で寒さにも強いです。庭に植えても鉢植えでもどちらでもいいですね。で、これは結構お花がですね、横にふわっと広がって咲いてくれるので、ご飯キングバスケット、釣り鉢とかにしても可愛いですね。お花がゆらゆら下がってくれて、もう香りが本当にここにいると漂ってきますけど、匂いすみれ、八重咲きのパルマ。はい。綺麗なのが入荷してますね。はい。で、次にですね、クリプタンサス。もうこのピンク色がとっても可愛いですね。観葉植物の扱いですけど、エアプランツに近いですね。チランドシアなので。で、これはですね、意外と寒さにも耐えますよね。で、もうこのままです。年中このまま。もう本当に姿も変わらずにですね、半陰でも、もちろんこの色を出すにはですね、少し窓越しでも薄日が当たった方がいいんですけど、少し色が鈍っても良ければ日陰でもよく育ちます。暑さ寒さも強くて、半日陰でも楽しめて、お部屋の中で大丈夫という。もちろんですね、環境良ければこの株がどんどん増えてくるんですよ。とても可愛いクリプタンサスが入荷してますね。綺麗なのが。あと、ムスカリ。ムスカリが売り切れてたのが入荷してますね。これは普通のブルーの方です。ブルーのアルメニカム。と、あと、こっちが、ちょっと変わり咲きのムスカリの、こっちはまだ苗ですね。花もまだ今からですけど、ムスカリの苗のセットが。いろいろ入ってますね。綺麗なのが今から植えとくと毎年咲いてくれて、ただムスカリは暑さ寒さ強くて毎年多年草ですけど、植えっぱなしにしてると葉っぱが長くなるので秋に植え直した方がいいですね。花かんたし、はい、貝殻草みたいなカサカサしたお花ですけど、これがこの枝先全部に綺麗に咲いてくれて、こうふわふわ茂って横広がりになるので釣り鉢とかにしても可愛いですね。多年草で毎年の花かんだし、暑さも寒さも結構強いですよね。ただこれはハウス育ちなので霜雪に直接すぐ打たせるのは良くないかな。でも軒下の寒さとかならこれも全然平気ですね。強肩な花かんだし、夏の群れだけ気をつけてあげるといいです。はい、毎年咲いてくれて可愛いのが入荷してます。次にですね、大輪のパフィオ、パフィオペリルムですね。2月ぐらいまでは洋蘭がどんどん出てくる季節なので、いろんなのが少しずつですね、入荷しますね。パフィオの大輪。で、これはですね、女王様のスリッパって言われてる、なんかちょっと不思議な名前なんですけど、昔から言われててですね。で、よくこの花の形がですね、食虫植物に似てるので、食虫植物じゃないのって言われたりもするんですけど、これは食虫植物ではないです。はい。で、このパフィオはですね、こう一輪しか咲いてないじゃない、一株にって思うでしょ、皆さん。すごいんですよ。これでですね、このままの姿で3ヶ月ぐらい持つんですよ。環境良ければ。もう、コチョウランと針ぐらい。これ咲いてからがですね、パフィオって本当に花持ちが良くて、切り花とかでもよく使われるんですけど、で、パフィオはですね、結構寒さには強いので、まあ、もちろん0度下回るとかは良くないですけど、お部屋の中の普通の寒さなら全然平気です。半日陰でも持つので、春から秋は外の陰に置いてても大丈夫ですね。毎年咲いてくれるパフィオペディルムの大輪、いろんな色が入荷してます。最近パフィオもですね、作ってる方があんまりいらっしゃらなくなったので、本当に希少なお花です。この不思議なお花で、花持ちが長くて、なんかそそられるお花ですよね。はい。ブルースター、フーランの仲間ですね。これはですね、色がついてるってことは、バンダとかとの掛け合わせなので、アスコセンダとかですね、バンダと掛け合わせで色が出てるので、フーランってもともとこのブルーはないですもんね。フーランと掛け合わせなので、寒さにも強くて、毎年お花が咲いてくれて、ほんのり香りもするよね。はい、香りもします。フーランとの掛け合わせだからちゃんと香りもします。バンダは匂いがないので、フーランと掛け合わせることで香りがちゃんとありますね。なので木とかに着生させてもいいし、もちろんこのままでもいいし、木枠とかに入れて吊るしてもいいですよね。毎年咲いてくれる綺麗なブルースターも入荷してますね。今からの時期はなんかちょっとしばらく2ヶ月ぐらいランもいろいろ入ってくるので楽しみですね。
千鳥草の苗の綺麗なのが入荷してますね。ラークスパー。千鳥草はですね、庭がある方は植えとくとですね、咲いてきた姿が本当に可愛い。ジキタリスってちょっと存在感があって、すごいしっかりした感じなんですけど、千鳥草はですね、本当に優しい感じで咲くんですよ。でも花がいっぱいついてくれてですね、高さがどのくらい ?1 メートルぐらいにはなるので、綺麗なお花が次々咲いて切り花にもなります。風景作りにもいいし、切り花にもなって優しい色合いで咲いてくれるのでとてもおすすめですね。千鳥草、綺麗な苗が入荷してます。今から植えといて春に咲いてくれる。で、千鳥草はもちろん一年草ですね。わーっと咲いてくれて夏前で終わってしまうんですけども、本当にですね、惜しくないぐらい綺麗なお花が長く咲いてくれるので楽しみです。ラークスパーの綺麗な苗が入荷してますね。春といったらハーブでしょう。はい、ミントのセットが入荷してますね。クールミントとかペパーミント、パイナップルミントとか甘い香りなのでですね。で、ミントは宿根草で毎年ですごい強健なんですけど、前言えばミントってですね、ハーブって雑草に分類されるぐらい強健なんですよ。なので、ミントは横にですね、宿根で根がすごく走るので、花壇に植えてしまうと、他のお花を侵食してしまうので、ちょっと区分けをして植えた方がいいですね。プランターに植えるとか、ちょっとレンガで囲って分けるとか、ちょっと分けて植えた方がいいかも。他の植物が負けちゃうので。庭よりはプランターとか鉢植えでしといて、どんどん収穫して使うといいかもですね。もうお風呂とかに入れてもいいし、もうもちろんハーブティーでもいいですね。今の紅茶の葉っぱに少し混ぜてあげるぐらいが飲みやすいかもしれないですけど、ハーブティーでも、ハーブバスでも大人気ですね。デザートの飾りにもいいですよね。セットが入荷してます。ネモフィラのブルーが、はい、一番人気のブルーですね。綺麗なのが入荷してます。ネモフィラもですね、もう本当にこの空色のお花がですね、一面カーペット状に咲いてくれるんですけど、もう今から株を植えといて、株を太らせといてから、その後お花がいいですね。なので、もう今植えといて、もう咲き始めてますけど、可愛いのがですね、植えとくと、本当に一面にこの空色のお花のカーペットができて、とっても可愛いので、ネモフィラの苗も入荷してますね。次にですね、カリフォルニアポピー、花ビス草ですね。さっきのネモフィラとともに一年草なんですけど、これはですね、今度オレンジのポピーのちっちゃい版みたいなお花がカーペット状にわーっと咲いてくれるので、もうこの苗をですね、もうお庭に植えておくと、その一面いっぱい咲いてくれる風景作ってくれるので、もう春らしくてですね、とっても可愛いです。で、一回植えとくとですね、種が落ちて毎年咲いてくれるので、可愛い。カリフォルニアポピー。あんまり花時期が長いわけではないんですけども、欠かせないですね。一回この風景を見てしまうと、可愛い苗が入荷してますので、ぜひ植えてみてください。お庭のある方はですね。最後にですね、ナスタチウム、金蓮花ですね。エディブルフラワーとかでよく使われるんですけど、ご自分で栽培するとですね、農薬とかも使ってないことがわかるので、サラダに散らしたりしてもいいし、デザートとかに飾ってもいいし、この華やかなお花がですね、食卓に並んだらとっても可愛くないですか？で、もちろんこれを切り花として花瓶とかに入れてですね、飾ってもとっても可愛いです。ハーブでエディブルフラワーとかでも紹介されるんですけど、実はですね、ちょっと辛いんですよ。なので、すごいピリ辛なのでですね、あんまりバリバリ食べると辛いかも。でもこの華やかなお花がですね、霜よけすれば多年草で毎年です。はい、半つるみたいになって結構枝も伸びて咲いてくれるんですけど、切って花瓶に飾ってもいいしですね、お花をサラダに散らしてもいいし、ただ辛いので皆さんあまりたくさん入れすぎない方がいいかもしれないです。でも可愛いのが入荷してますね、金蓮花ナスタチウム。霜雪は避けてください、寒さに弱いのでですね。でも多年草で毎年咲いてくれる可愛いお花です。今週もいかがだったでしょうか。ちょっとですね、なんか気が焦って早口にさらになってしまったような。はい。で、あとですね、実は来週私ですね、出張でちょっといないんですよ。なので、来週は入荷情報がお伝えできないんですけど、お花はちゃんと手配していくので、入荷はするので、ぜひですね、今、毎週ですね、見逃せないですよ、皆さん。次々、いろんなお花がですね、入荷してますので、ぜひ、お時間のある方はお寄りください。で、あと、今日もですね、いろんなお花が入荷してましたので、気になる方はぜひお問い合わせをいただけたらなと思います。黒猫さんの代引き便とかでも発送可能ですのでね、気になるお花はぜひお問い合わせいただけたらと思います。今週もですね、動画を見ていいなと思った方はポチッといいねボタンとチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとですね、ご注文いただいているプリムラのポンポンラパン、ポンポンラパンとかはですね、週末入荷予定なので、気になる方はですね、ぜひまたお問い合わせいただけたらと思います。ご注文いただいている方は連絡がいくと思いますので、よろしくお願いします。では、また明日お会いしましょう。明日は寄せ植えですね。はい、明日は寄せ植えがご紹介できると思いますので、明日もぜひご覧になってください。ではまた明日お会いしましょう。